ジャパニットだからの夏のエアコン祭り。エアコンを変えました。ですね、前回は、なんだっけな、なんかね、コンセントが、なんか200ボルトとかで、なんか大容量の18畳用の、パナソニックのエアコンだったんですけど、5年前のやつ、工事の人、なんかとにかくエアコンのフィルターが臭いから、変えるって言って、ね、18畳から、これ14かなに変えて、で、いいんですか？容量ちっちゃくなってますよって言われたんですけど、部屋が、広いので、広いのでっていうのはちょっと自慢じゃないんですけど、2箇所にエアコンの設置場所があるので、で、1箇所で、なんていうのかな、でっかい大容量なのをつけてると、ハリネズミを飼ってる関係ですごい冷えすぎちゃうんですよ、部屋が。だから、容量ちっちゃくなってもいいんですみたいな感じでですね、買い替えました。もしそれで効き目が悪かったらもう一台ちょっと自分の居場所のところにつければいいかなと思ったっていう感じで、まあ私これ買うのもすごいなんか決めるのむっちゃ早くて、すごい尊敬する作曲をされている方がですね、日立を買われたんですよ。その方も10年経ってないでエアコンを買い替えるとかで、やっぱ機能がね、なんか家にいる時間がすごく増えたので、空気清浄とか、そういう花粉対策とか、そういう新機能が、充実してて、日立を買ったって言われたんですよ。で、私結構家電ってむちゃくちゃシャープが好きで、シャープ派だったんですよ。で、エアコンなんかもシャープの一番グレードの高いプラズマクラスターのエアコンを愛用してたんですけど、シャープの一番高いエアコン結構なんか細かいところでね、ちょっと問題っていうか、なんかちょっとダメな点もあったりとかして、それでちょっとちょっと仮にパナソニックを設置して、で、買い替えようと思いつつ、それでも5年で買い替えてるので、なんかちょっともったいない、ちやもったいないんですけど、でもそれよりも何よりも、このジャパネットのですね、夏のエアコン祭りがですね、結構優秀なんですよ。ちょっと落ち着いたところで、こうやりたいんだけど。ジャパネットの特徴は、よし。ジャパネットの特徴はですね、これ縦にしようかな。ですね、これ下取りなんですよね。下取りだから古いエアコンを下取りする、何でもここの会社は下取りがポイントっていうか、下取りするんだよね、値段を。だからそこグワンと下がるから、例えば今回このエアコン祭りはこうなんかあってですね、いきなり安いとか書いてあって、古いエアコンを下取り、しかもなんかね、なんかそのこの目玉って書いてある、おそらくこの日立のが多分一番なんか売りたいやつなんだろうね、多分。このタイプのやつ。何畳？主に6畳用。これが多分目玉なんでしょうね、多分ね。でもうち6畳じゃ全然足りないから、ちょっとこれじゃなくて、こっちの値段の高い、
方になってきて、まあ、18畳。まあ、同じものに変えるとしたら、18畳のこれかなと思ったんだけど、うん、なんかね、これ、すごくないですか？あの、下取り。古いエアコンってね、あの、引っ越しとかするときに、むちゃくちゃ足かせになるんですよ。だから、エアコンを、あの、外して、その、リサイクルに出す費用が結構高いので、これをね、2万3000円も下取りするっていうのは、神がかってる。で、この、ここ、さらに1万7000円引きとか書いてあるでしょ。今、インターネットで結構値段とかって結構あの、調べられるので、家電量販店とかに行っても、そんななんかあの、なんか、バカ高い値段とか、なんかちょっと、ミスマッチな値段は書いてないんでしょうけど、私あの、家電量販店に行って、あれこれ見てな、悩むのがすごい嫌いなんですね。もう、だからもう、あらかじめ、だからその、これがいいとか、その、この日立のこれだったら、日立でもいっぱいモデルが出てるので、まあ、すごいなんか展示数あるでしょ？そのある中で説明を聞きながら、値段と向き合ってどう違うのかとか、この店はいくらで、ここはいくらでとかいう考えるのが大嫌いなんですよ。その時間は、もう絶対無駄だと思ってるので、その、もうね、家電量販店で、その、1000円とか2000円値切るのに、結構店員とかもこう、せめぎ合って、こう、上の人に聞いてきますとか、ちょっと値段を調べてみますとか、近所の、なんか近隣店舗の値段のなんかこう、出してとか、そういうのやってたらさ、もう、一日は終わるでしょ、それはっきり。一時間、二時間じゃないよ、混んでるし。だから、もうそういうのめんどくさいから、もうある程度も、もうこう、機種は、これ、これ、これ、とかって決めてもらって、ね、こう、自分のさ、こう、まあ、こう、これくらいだったら、考えればいいでしょ。だいたいメーカーがあって、ジャパネットの今回の夏のエアコン祭りは、日立メインだね。日立がメインで、各社一応あって、これ日立、これが超目玉って書いて一番最初にあるから、多分これが超目玉なんですよね。でも一応、東芝とかも結構ジャパネット扱ってて、まあ東芝はこれ。下取り価格とか若干違ったりとかして、あとはこれ、機能が、もうこういうなんかもう、さっきの日立の白熊くんとか見て、さっきページ前にあるから、私はもう、それとこれの違いとかもう見比べない。もう広告で、どうせ手前のページにある方が絶対なんか売りたいものなんだから、そっちを押してるから値引き率とかいいに違いないぐらいに思っちゃって、あんま仕様抹殺にこだわってなくて、まあ、ね、多分、さっき17万、もうちょっと安かったような気がするから。やっぱだからこっちの方が売りたいんでしょ。安いもんだって値段が。だから売れるんでしょうね。手前のページにあるってことは、これが売りたいんでしょうよ。こういう、まあ、あれを見たときに、こう、まあ、表紙に載ってるものとか、裏の表紙、広告って、ここに、この、表表紙1番、裏表紙2番。その次が、開けてのこことか、あと、一番最後のここに載ってるものが、一番、広告の、なんだろう、高い、広告、見てもらえる確率が高いというか、売れ筋が来るっていう、まあ、広告の法則っていうんですか？これは、一般の週刊誌とかだったら、絶対まあ、表紙は自分たちで作るけど、裏が一番値段が高くて、あと、見開きのところの目次っていうか、こう、なんかあった時のここの広告と、一番、こう最後のラストのページ
が、まあ、値段が高いわけですよ。だからそれが主力商品が来るので、まあその法則で、まあ、おそらく、ジャパネットは白熊くんのこれが一番おすすめ安い、いっぱい売るぞっていう気合が入ってるこれなので、これにしとけば絶対なんかもう間違いない。でもまあ各メーカーね、あの好みあるでしょう。そのなんかいろんな家電とかであるじゃん、自分のその好みのメーカーっていうのがあるので、例えば日立が好きとか、シャープが好きとかあると思うんですよ。でもエアコンとか空調関係はあのダイキンがやっぱりシェアというかトップですよ。トップ、値段もほら全然違うでしょ。これ14畳とか18畳10万ぐらい違うんだよ。だからあの機能とかもうあのダイキンがやっぱり一番です。はっきり言ってダイキンは一番です。あの高い、値段も高い、値段、ただ値段取らないから、ただ値段を追いかけて安いのを買うんではなくて、やっぱりその市場全体を見るというかですね、まあとにかくダイキンが一番間違いはないです。あのまあそんな感じ、今はね。で、あの個人的にシャープ、さっきちょっと言いかけたんだけど、シャープ意外と好きで、プラズマクラスター好きで、結構ね、あのプラズマクラスター出たての頃に一番いいシャープのプラズマクラスターのエアコンを買ったんだけど、これリモコンにいちいちなんか値段がつく、省エネなんとかモードとかって、なんかすっごい細かい機能までいっぱいありすぎて、それでね、なんかもうとにかくリモコンがもうちょっとリモコン壊しただけでもリモコン代が2万円ぐらいするという、このあのシャープのトラウマがあったりとかして、もう結構このプラズマクラスターね、各社にそのなんかこう機能がその技術が盗まれちゃってるね。だからあのここにほらあるでしょう、このあのね、その方、ミュージシャンの方だとやっぱりなんか家にいた時にそのいかに快適に暮らすかっていうので、やっぱその空気清浄機的なのを重視するから、こうなんかね、あの日立もプラズマクラスターみたいな名称の、まあ、同じ名称ではないんだけれども、似たようなのがあって、今年のモデルは割と空気清浄的なものとか日立がすごくいいって言ってて、もう先にそれ悩んで、決めてね、買われてるんで、もうその人自体を信用してるから、私も絶対日立にしようと思って、これもう、こうもう私のこう法則からしてパンパンって見て日立って思ったんだけど、でもやっぱりなんかもうポリシーとしてね、やっぱちょっとなんかブランドとか若干高いもの買ってしまう癖があって、ちょっと代金にしてしまいました。それでね、まあ代金にしたので値段もグッと上がったんだけど、まあ、あの日立よりも全然10万ぐらい高くなってるんだけど、家をねあんまり冷やしたくないんですよ。あの18畳とか、今まで18畳で200ボルトとかで、エアコンの電源のところのボルトが200ボルト専用のがついてたんですよ。アンペアかな、200、だから中国とかその海外の電圧っていうのかな、私電気よくわかんないんだけど、それがついてて、普通だとエアコンのところから電気取れたりとかするけど、もうなんか大容量のエアコンとかだと、そこのなんか電圧のところが違うので、まあ、そこもちょっと工事してもらって、ちょっと14畳のに今回して、14畳と、あと手前のところに、まあ、ちょっともう1台8畳とかつけるか、まあそれともなんかそうね、家を冷やしたくないから、
結構なんだろう、なんかこないだ買ったさ、なんて扇風機じゃないけど、あれあるじゃん、送風機みたいなやつ、あれ結構快適なので、それで空気回してあんま冷やさないで生きようかなと。でちなみに私は住んでるところはそんなにもう激暑くなってたりとか、むちゃくちゃ寒くなったりとかしないので、冬場はエアコンをつけないで生きていけます。ただ夏場のむちゃくちゃ暑いのは、まあ、風通しも良くて、まあ乗り切れるかなとか思ったんだけど、やっぱ夜とか苦しんじゃって、自分で寝るぐらいはなんとか生きるんだけど、やっぱなんだろう、やっぱむちゃくちゃ暑くて寝苦しくて、朝むちゃくちゃ汗をかいて、なんか非常にね、起きた感じがね、熟睡してないんですよ。それを考えたら、もうエアコンなしで頑張るよりも、若干弱冷房っていうのかな、にして、なんかまあ、本当は全館空調にしたのが、するのが一番いいんだけど、もうそういうあれじゃないから、もう部屋を一定の温度にして、まあ春秋とか春とかぐらいの、まあ、温度設定にして、まあ快適に寝て、まあ、とにかく寝ないと翌日もう仕事にならないので、まあ、そんな感じしました。これ何、ノクリアってどこのだ、あ、富士通か、あと東芝もあってね、すごいんだよこれ、ジャパネット。まあ私こんなの見たら絶対無理だから、電話してなんとか、もう聞きながら、オペレーターの人に聞きながら、こんなんわかんないよって言ったんだけど、もうなんかネットでなんとかなったわ。もうちょっと自分に感動。すごいね、この人ね、本当に。下取りがバカだと思う。何でも下取っちゃうっていうのがちょっと、あれなんだよ。バカじゃないのっていうくらい、おすすめ。バカだよ。だからこれ3万円下取りとか、だってこれ絶対なんか普通に買い替えたら、これリサイクル代取られるから、もうそれだけでも電気屋さん回るよりもいい良くない？同じ値段だとしても、この下取りがもう普通、それはお金払って処分してもらうわけだから、まあ、もちろん家電リサイクル料っていうのは別途取られて、なんだかんだで4800円現地っていうか今日設置してお金取られたんだけど、でもまあねえっていう感じで、この下取りだから古いの持ってってくれるっていうのがいいじゃないですか。そもそもなんかね、その設置に来た人も、これ2015年式のですよと、5年しか経ってないのにこのグレードと変えちゃうんですかって言われたんですよ。まあ、でも5年前のものって、検索したらもう、販売中止になってて、値段とか出てなくて、まあでもなんか中古でなんか1万円ぐらいで、なんかオークションかなんか出てたから、まあ全く価値がないものじゃないんだけど、なぜね、もうね、中についたさ、カビみたいな匂いみたいなやつ、あれってもう、エアコンを、全部なんか解体してパーツからもう全部さ、オーバーホールみたいにしないともう無理じゃん。オーバーホールなんかしてる時間ないじゃん。だからもう買っちゃえみたいな感じで、このこれ日立じゃなくてダイキンを買いました。まあ選ぶのね、本当なんかでも最近ね、リモコンがシンプルになった。でも今買ったきたこのダイキンのこのリモコン、すごいなんかかっこよかったですよ。デザインもすごい良くて、ね、まあ、ちょっとつけてたんですけど、快適。快適です。もうこれでなんか家にいる時間が、ちょっと幸せになれば、まあいいかなと。で、ジャパネットの夏のエアコン祭りの、まあ、私は買ったぞっていうことを言いたいですね。で、なんだろうな、この、
これ見てると本当なんかいろいろ欲しくなるよね。今年本当だったらオリンピックがあって、オリンピック需要があるから、なんかそのタイミングでパナソニックの買おうと思ったのよ。でも、なんだろうな、パナソニックのを買うと、ほら、オリンピックのさ、もう企業でさ、チケットの席って、もう全部一般の開放のないんですよ。うちが見たい種目のが。だからそれで抽選でって行くかなと思ったんだけど、まあ、結局、オリンピックがちょっとうやむやになってしまったのでですね。まあ、あれですね。あとだからこう、ダイソンクールとか、こういうのでしのごうかなと私は思ってんだよね。で、本来だったら私ね、ジャパネットで、掃除機と、エアコンを買おうと思ったんだけど、なんか、今、ほら、コロナウイルス感染拡大防止のために、オペレーターを少なくしてるんだって、いつもだったらオペレーターを増やして受付しております。とか言ってるやつが、オペレーターを減らした分、お客様にはネットで注文してほしいんだって。ね、ネットで注文してほしいから、ネットで、まあ、頑張って注文してくれた人には、次回買うのに、5% オフの券をあげますって言うからさ、頑張ってネットでさ、注文したんですけど、それで、なんか今回届いてから、あれだよ。なんか、掃除機買おうかなって。結局、掃除機とかも買いたいやつは、割と値段が高いやつだから、安いやつじゃないから、まあ、あれかな、みたいな。で、これもなんか、アホでしょ、これ。だって、これでさ、下取りとか言って言うと、これ捨てようとしたらお金かかるんだよ。なんかもう、感動ですよ。まあまあ、うん。本当になんか家電買いに行くの大嫌いなんで、もう、あそこでなんか停滞してみたりとか、ウィンドウショッピングとか、まあ基本的になんかまあ、買い物行くのがあんまり好きじゃないんですよ。スーパーの買い物はいいんだけど、もう、あと嫌い。ねえねえ。家電のこだわりといえばですね、私意外と、キッチン家電は東芝が好きなんですよ。で、なぜかというと、冷蔵庫の下に、ここ乗ってないからね、説明できないんですけど、冷蔵庫の一番下に、冷凍室なんですよ。それがね、東芝だけだったんですよ、昔は。今は各社どうなんていうかわかんないんですけど、一番、大きいやつの何リットル600とかなんかとにかく一番でかいやつで、でなんか一番下が冷凍で、で野菜室がここにあって、製氷機は絶対使わないです。なぜかというと、浄水器で氷を作るとダメみたいで、雑菌が繁殖するとかで、私、ミネラルウォーターで氷だって作りたいわけですよ。だから氷を作るのに、でもミネラルウォーターだと、雑菌、ミネラルウォーターだと雑菌が繁殖してダメで、普通の水道水で氷作んなきゃダメで、普通の水道水の氷大嫌いなんです。なんか、水道水を飲む発想があんまりなくて、もう最低でも沸かして、まあ、左右って言うんですか？沸かした後の、お湯とか、まあ今飲んでるのはルイボスティーとか、まあ子供は麦茶とかなんだけど、それ沸かして飲むとかだったらいいけど、そのままダイレクトに水道水を飲むのはちょっと嫌なので、でも結局ダイレクトに水道水飲むのに抵抗あるのに、氷にしたら全然気にしないとかって全然なんかそれ違うでしょみたいな感じで、氷に、結構こだわりがあって、ダイレクトの水道水を、氷にすると、製氷機で氷にすると、なんか、白いさ、なんか、泡みたいな、なんか白いのがなんかできるでしょう。で、それ、ね、コンビニとかで買うと、ロックアイスとか買うと、クリアな氷じゃん。でも、そもそもそんなに、自分の体温より低いものを、冷たいものを飲むと健康に良くないので、あんま飲まないんだけど、でも、すごい冷たいものが飲みたいっていう時ぐらい、
氷ぐらいちゃんとしたのを飲みたいじゃん。見た目とかもさ、あのロックアイスの氷と、あの製氷機で作った氷と全然見た目違うし、まあ、そこでなんかこう、その氷がロックアイスだとなんかこうちょっとカフェで飲んでるような気分にもなるし、まあお酒は飲まないんだけど、なんか外で飲んでるようななんかこう気分も味わえるので、私はまあ外でだから、そのあんまり飲食するの好きじゃないんで、外で喫茶店とかも無駄に行くのとか嫌いなんで、そもそもなんだろう、ノンカフェインなのでコーヒーとか好きじゃないし、まあ、カフェインレスをやってるんですよ。だから喫茶店に行くあれがないでしょ。で、コメダとかタバコ臭いでしょ。で、もう人の匂いとかもするでしょ。だから嫌なので、家で快適に飲みたいから、まあ氷はロックアイスを絶対買う。で、買うのが嫌な時はもうね、体温より、自分の体温より低いものは基本的に飲まない方がいいから、薄らぬるいお湯をね、お湯っていうかそのものを飲んだ方がいいんですよ、体には。だから特になんかね、まあ、妊活とか、なんか授かりたいなぁ、みたいな感じの人はね、冷たいものね、ガブガブ飲んだらダメだよ、本当に。外暑いからって言ってさ、なんか、ジュースみたいなのを外で、氷入りのジュースにタピオカとか飲んでる人とかいるでしょ。ああいうの一番体に良くないんですよ。タピオカとか、あれもう、体の、あれ、お腹とかに詰まるからね。もう、ああいうの、健康志向の人からしたら、もうなんか、歩きながらタピオカ飲んでる人も全然信じられないから、ね、結局ゴミになったりとか、その、ね、ストローがゴミになったりとか、その飲んでいるカップがゴミになったりとか、まあ一番信じられないパターンですね、自分だと。ペットボトルでさえもなんかこう環境に良くないから、ちょっと自分でマイボトルっていうんですか、まあ私の場合はプロテインシェーカーに入れて持ち歩いてるんだけど、でなんか飲んでるっていう感じにちょっと配慮してるのに、もうタピオカ一番信じられないかな。だからもうあんまりなんかね、ちょっととにかく冷たいのは飲まない方がいいです。まあ話長くなりましたけど、冷蔵庫はね、東芝にしてますよ。東芝の、これ違うよ。日立だから違うよ。値段も全然違う。東芝は30万近いから、一番グレードの高いやつですね。そういうなんか、ケチるところと、その値段を出して快適になるところって全然違うから、なんか、ケチって、日々なんか電気代が高いとか、日々の生活が若干なんか不快だったら、思いっきりなんか快適にした方が絶対いいと思ってるんですよ。まあ、洗濯機とかも、安いやつさ、なんか二層式はないのかな、なんか安いやつとかだと音もうるさいし、それなんかドラム式にしたら自分の腰の負担とかも全然違うわけじゃん。もともとヨーロッパとかはもうみんな昔からなんか日本はなんかこうね、上から投入するのが普通だった頃もうすでにドラム式だったからね、横から物を入れて、まあ、カーって回すっていうタイプだったから、もうそれが主流になってきて、やっぱりそうなんだって、なんとなくと思ったんだけどね。ね、割と、まあ、で、あとはね、こだわり。まあ、で、あとはね、電子レンジとオーブンが一緒になってるやつを値段を、だからこの私のなんかの発想で、クソ高いやつ買っちゃったんですよ、東芝の。なんか、すごい高いやつを買ったんだけど、はっきり言ってね、モードがいっぱいありすぎて、使いこなせなくて、あらもただのシンプルなレンジかオーブンのシンプルな機能さえあればいいかなと。まあ、そこは失敗してるところかな。あとはね、この家電で今狙ってるのが、うち結構ね、
フィット、毎日フィットネスクラブかよっていうぐらいいろんな、なんかの、器具があるんですよ。ブルブルマシンとか。マッサージチェアも藤井良樹のマッサージチェアがあったりとかして、それね、置いとくとね、ほんとなんか家の部屋の一室が、それだけでもう埋まっちゃうんですよ。もうなんか最近ちょっとそういうのもなんかもうやめようと思って、まあ、すんごいまた処分にお金かかったんですけど、もう持ち出すのもむちゃくちゃ大変だったりとか、まあ、いろいろなんかあるよ。で、今とりあえず家に、なんかマッサージよりも、マッサージ機なんかでずっと座ってるよりも、体を動かした方がいいかなと思ってですね、まあ、なるべくブルブルマシンというか、ダイエットエフェクターとかいうやつ、思ってますね。あとはなんかね、まあ、伊藤超短波の機械とかね、あるんですよ。結構。なんでこんなの持ってんのっていうようなの結構あるんで、まあ、ぼちぼち、紹介できる時があったら紹介したいなと。ね、この、まあ、カタログで暇な時はこうやって見てるぐらいはいいんだけどさ、電気屋さんとかももうほんとなんかもうどこに何が置いてあるのかわかんないし、ストレスだし、このウォーターサーバーも使ったことあるわ。これももう取り替えるのがめんどくさかったりとかするんで、もうだったらミネラルウォーターを買ってくるよみたいな。っていうかもうそもそもそこまでなんかなんだろう。日本の水って飲めないわけじゃないので、神経質になるわけじゃないかな、みたいな。だってミネラルウォーターで味噌汁とか作んないでしょ、なんか。だから、まあ、加熱すれば、まあ、塩素とかもなくなるかな、という感じかな。で、あとはね、買いたいのはね、ダイソンの掃除機なんですよ、これ。私の法則で言う。あ、これ、このね、ケルフィアを買って、そこでなんかそこからなんかジャパネットからお知らせが来るようになって、なんか、なんかハマった。ハマってる。これカード作ったカード。これどっちの色がいいですかって、どう違うんですかって言ったら、デザインの違いですって言って。これ、どっち選びます？もう、腹黒い人黒でしょ、多分。あと見えっ張りの人。ブレックケードズズとか言いたいのが、これなんじゃない？でもさ、見りゃわかっちゃう、これ。アメリカンエクスプレスのブラックカードとさ、ジャパネットって書いてあるブラック。ダッサいやこれ。ね、私赤にしたい。くだらない。もういつまで喋んの、お前はって。だから、私の法則で言う、この、裏表紙のここにある、これ多分、だから、このダイソン。これ多分ね、むちゃくちゃね、一押しの商品だと思うんですよ。これね。ダイソンの、この掃除機ですよ。買いたくてですね。エアコンの設置が終わるまでですね。あとカード作って、まあ、カードなんてすぐに、ほら、働いてる人はさ、審査受かってくるじゃん。それをなんか本人特定郵便かなんか来て取りに行ってきたから、ジャパネットカードあるからもうこれでもう無敵だよみたいな。ジャパネットカードがあると、まあセリタのカードになるんだけど、送料が無料な、ジャパネットのね、なんかもういまいち私が今まで好きじゃなかったのは、なんか分割手数料はジャパネット負担とか言ってる割にはね、送料取るんだよ。ここに書いてあるんだよ、ここ、送料。これがなんかね、もう、あまりにも好きじゃなかった。この、わずかな。なんか分割手数料よりも、送料をなんとかしなさいよ、みたいな。これだって分割手数料がタダにするよりも、送料を値引くとかって言うんじゃなくて、多分社長の考えなんだろうね、これ。もう、下取りなんて普通の、家電量販店とかしないわけだから、だって、下取っちゃったらそれゴミになるわけだから、自分とかでその処分するお金かかるわけでしょ？でもそれをなんか2万円で下取りとかって、わけわかんないことをやったりとか、この分割手数料はジャパネット負担。でも送料は取るってなんかあるんだろうね。これも分割で。もう今すぐ欲しい人に、私はすぐ買えるようにしたいんですとか、なんかもう多分社長のこう方針なんだろうね、これ。私はそう思いますよ。だからこれをですね、注文しようかなと思ってた。あ、もう5時じゃん、もう。うん。と思っております。これなんかね、本日中の5時に注文すると、結構翌日とか翌々日に来るらしいですよ。うん。なんか、もう今ちょっともう時間が、
来てしまったので、まあ私の買い物の仕方、これレビューになってんのかな、このジャパネットのいいですよとか、いや今日着きましたよって。でも最初の頃はその設置したばかりのエアコンをバーって写真見せたから、まあそれでね、わかるでしょうよ。でこの買い物する時のこのもうあのこう雑誌の法則っていうのは、まあまあみんな知ってると思うけどね、これどこが一番の広告の費用が高いかとかっていうので、どこに企業が一番のおすすめを持ってくるかっていうところで、やっぱりあのそのお得の値引き率もそうだし、利益還元率とか、まあ売りたくて安くしてるんだから、それが自然的にお得っていう、そういうなんかの、なんか一般的な買い物をするにしても、何かこう一つ考えてですね、企業が何を売りたいのか、どうしたいのか、いつ売りたいのかっていうのを考えると、うまい賢い買い物ができるぞという話。例えばだからか、なんだ、家電量販店で買い物をするときも、あの月末がいいとか、あの土日がいいとか、これ結局じゃあいつがいいのかって言ったら、あの月末の方がいいわけですよね。だって月末までにその月の売り上げをなんとかしたいっていうので、思いっきり在庫があったら売りたいわけだから、ね、だからあの新商品が出る、あの、ね、出てから出たすぐだったら、その旧モデルのタイプが切り替えになるから、もう今までこれを展示してたやつが旧モデルになりましたよっていうところでガンって値段が落ちる、それ一番得でしょうみたいなタイミングとか、あとは決算とか、あとはその土日に目標台数売れなかった時に平日にこう値引きが入るとか、そういうなんか経済のなんかこうからくりというのかな、そういうのを考えると、まあ、スーパーもそうだよ。流通とかの、あれで、何曜日に、こう、値引くかとか、ね、売りたいのかとかっていうことを、こう、考えながらやっていくと、おのずと買い物も、あの、上手に賢く買えると。まあ、あの、賢く買いつつも、たまに失敗することもあるんで、並んでも高いもの買えば、まあまあ、それはね、高いもの、安いもの買って、しくじるよりも、高いもの買って、なんかしくじった時の方が、ダメージというか、納得いかな感は、差はありますよ、確かに。うん、なんか、とにかくオーブンレンジに関しては、一番高いものを買って、機能を使いこなせない問題で、これ絶対なんか損してる気がするんで、でも割と、なんか、なんだかんだで、ね、もう、8年目と9年目とかに突入してるので、まあ家電はだいたい10年サイクルで交換するのが理想的なので、まあ今例えばもう新婚さんで全部新しいものを取り揃えましたって言ったら、もうそこからスタートで、もうこの高い家電がですね、軒並み、まあガスの、あの給湯器とかもガスのコンロとかも全て10年後に新しく買い替えないといけない問題が発生するので、そこから新しいのを買ってワクワクしてる時から、もう、コツコツ、こう、その、買い替えのための、こう、予算をこう、計上していかないと、あとになんかいきなりバーンって壊れた時に、ほんと困るから。もう、給湯器なんかもう確実に10年超えていくと、弱ってって、まあ、14年ぐらいかな、もう、ダメになるし、ガスもだいたい詰まったりとか、いろいろなトラブルとか起きて、やっぱり10年サイクルで絶対ダメになるし、家電とかもだいたい10年サイクルでガタが来たりとか、省エネモードになったりとか、なんかいろいろあるのでですね、ぜひこの今新しいものを買ったから、全部新しいものに揃えたから、そこからがまた次の買い替えに向けるなんかこうスタート地点みたいな感じで計画をすべきです。私はそう思います。結局何が言いたいのかよくあれですけれども、まあ今日はとりあえずあのエアコンを買いましたっていうあのことを言いたいと思います。今からちょっともう間に合うか分かんないんだけどさ、もうネットでさ買った方がさいいって言うんだもん。なんてもう今だからエアコンを
買ったから、次回は 5% オフとか言ってるから、まあ本来だったら、こっちのダイソンを買ってから 5% オフで、エアコン買った方が良かったんだけど、でも、エアコンの方が、差し迫って買える必要があるでしょ。工事の問題で。これから夏になっていけば行くほど、工事の設置日の予約が取れなくなってくるわけだから、まあ、いいかな、みたいな。で、ジャパネットカードを作ると、送料が無料になるのと、なんかポイントが貯まるとかっていうので、まあ、今回買ったものが割と高額な、まあ、20万ぐらいのものだから、そのつくポイント、付加のポイントも割と高額かなと思ってカードを作ってしまいました。これこの間 Amazon のカードも作って、まあ、今回ジャパネットも作って、まあ、あと各スーパーでクレジットカードって誘致し、こう作ってくださいって言って作っても、もう本当なんかね、このカードとね、その、あと診察券病院のもうほんともうなんとかしてほしいね。そればっかりもうそこでももう私はなえるからもう T ポイントとか D ポイントとかあとポンタカードとかあと何セブンカードまああのももうあれもするしかといいですもんそんなものはっていう感じです。最後に流行るのはもうただでさえ閉まらないのにそんな感じです。ではまた何か、ご質問とかあれば、まあ、今のね、新婚さんに比べればね、まあ、その、親元を離れて、こう、家電とかも買ってたりとかする年月も何回か、こう、買い替えとかを乗り切ってるので、アドバイスできると思いますので、何かあれば、コメント欄に、ご質問ください。あとはチャンネル登録とポジティブになるコメントと高評価をよろしくお願いします。ってみんなが言ってるからいいと。